三春城は、道の区国田村郡、現在の福島県田村郡三春町にあった、日本の城、三春町指定史跡、別名舞鶴城、三春藩の藩町であった。三春城跡は、三春町の中心部、標高407メートルの丘陵地にあり、戦国時代は、田村市、江戸時代は、松下市、加藤市、秋田市の居城であった。現在は、 公園として整備され、桜の名所としても知られている。城跡近くには、町役場など公共機関が集まっており、現在も三春町の中枢部である地域である。田村市、時代一三春城がいつ頃を築城されたのかは、わからない。資料上はっきりしていることは、永城年間に田村義明が森山城より三春城に本拠を移したという。田村氏は、 田村郡全域を支配していた豪族で、ケ図上は坂の上の田村麻呂の子孫となっているが、その点は疑問符がつく。田村氏は、吉昭の後、田村隆史県、田村清明と続く。龍県と清明の時代、田村郡のある先導地域は、合津黒川城の足名市、小高城の相馬市、岩き軍の岩き市、 では米沢城の伊達市、日立の佐竹市などの周辺各地の有力豪族が、その勢力拡大のため進出してきていた。それらの豪族より力の劣る田村氏は、各有力豪族と血縁関係を結び、それら豪族の利害関係を利用して、領地を保つ状況であった。例えば、永六元年の阿名森氏の先導信仰に、対しては、竜健は、 自分の性質の実家、伊達氏を後ろ盾に、これに対抗し、また、天正元年の佐竹氏の先導進出には、一点足なしと連合を組んでこれを撃退している。しかし、翌年に、足なしと佐竹氏の同盟が成立、さらに同じ先導地域の小豪族である、日本松城の日本松義継や小浜城の大内、佐つならもそれに呼応して、反田村氏となったため、 田村氏は司法を敵に囲まれることとなった。このような危機的状況の中、田村氏は竜県から吉明に代替わりした。清明の性質は相馬県団への娘であったので、相馬氏とは友好関係が保たれてはいたが、さらに清明の一人娘、愛岐を伊達明州の着男、正宗に嫁がせて、伊達氏とも同盟関係を結ぶことにした。しかしこの頃、 相馬氏と伊達氏は、伊グ軍をめぐって、対立を深めており、相馬氏は、佐竹氏、足名氏等と手を組むこととなる。田村氏、時代に、伊達政宗との関わり、天正12年に、伊達政宗が、伊達氏家徳を相続すると、政宗は、積極的に、先導進出を繰り返す。このため、田村氏を除く先導地域の諸豪族は、佐竹、足名、岩木、 相馬などと連合を組み、伊達市に対抗した。しかし政宗は、父、輝き衆が、日本松城主、日本松吉次に暴殺されるなどの試練を乗り越え、天正13年冬、一鳥橋の戦いにおいて、伊達、田村軍は数的に圧倒的不利な状況で、佐竹氏足し等の連合軍の先導制覇を阻むことに成功する。その後、形勢は逆転し、 政宗の南大右制派につながっていくのだが、その過程において、天正14年に、清明が死去し、清明に男子がいなかったため、田村氏家徳が不在となる、状況が生じた。そのため、清明夫人が、三春上司となったが、この時、田村家中六十数名が、一致団結を訳した聖書をしたためている。しかし、欠板状とは裏腹に、田村家中は、 清明夫人の縁に頼って、相馬氏と同盟を組むべしと主張する一派と、これまで、通理、伊達氏との同盟を継続すべしと主張する一派に、分裂した。このような家中の状況の中、天正十六年に相馬派は、家中昇悪のため相馬義種を、三春城に入城させようとする。義種は、三春まで進出するが、伊達派の田村月斎等の反撃に遭い、撤退を余儀なくされた。 その後、その年の8月に正宗は、三春城に入城し、1ヶ月半ほど滞在して、田村良の仕置きを行い、家中から相馬派へ一掃され、清明の老いの田村隆史県を三春城主とした。この時をもって、田村氏は、実質的に、伊達氏に従属したと言ってよい。なお、田村氏は、小田原征伐に参陣しなかったために、豊臣秀吉の奥州仕置きによって、 海域となった。田村家中は、その後、伊達氏に仕えた者、新領主がモウに仕えた者、機能した者など、それぞれの道を歩むこととなった。宗建は流浪した後、正宗の死後に、愛機の取りなしによって、白石城主、片倉重長に仕えた。ガモウ時代マイナス一時的な、廃城を押収し置きによって、三春城は一旦は、伊達正宗に預けられて、 カタクラ・カゲツナが置かれたが、間もなく、田村軍は、ガモウ・となり、田丸・グジカが上司となる。だが、理由は不明であるが遅くても文禄四年までに、田丸は、森山城に移されて、同年に、豊臣秀吉の命によって、三春城は、廃城とされている。その後の田村軍は、上杉領、再び、カモウ・となっているが、慶長十四年までに、森山城主であった。 ガモウ成が再び、三春城に移された。松下市時代までその後は、加藤領となるが、三春城主には、一族や重臣が敗され、国高も五万国前後と、一般大名並みの所領を与えられていた。寛永五年、松下長綱が三春三万国に封じられ、入城する。この松下市時代に、三春城は改修され、それまでの戦国城間的なものから、 金星城郭として生まれ変わった。秋田市時代現在の三春城の構造は、この松下市時代の城郭を基本としているものである。ただし、この時点ではまだ山城であり、金星的な平山城になるには次の秋田市時代を待たなければいけない。長綱は、寛永21年に海域となり、翌年、日立国市市から秋田都市勢が5万5千石の領主として、 三春城へ封じられた。秋田市は中世に13港で一大流星を誇った安藤氏の末裔である。その後、秋田市は幕末まで三春藩主として君臨した。なお、幕末の母親戦争の際、官軍が隣藩の棚倉城を落とすと、断禁隊隊長の美晴藩、一郎の尽力夜行の広名からの働きによって、密かに板垣大助らと会談して、 三春藩は奥上津列藩同盟を脱退、官軍に無血降伏した。そのため、三春城は、周辺諸藩と違い、逆賊の素知りを受けずに墨落城を免れた。藩公明徳堂の表門三春城は明治4年の廃藩地県によって廃城となり、その後、兵部城の管轄となる。それに伴い、建物や石垣等が取り壊され、民間に払い下げられた。 その際、ほとんどの建造物は失われたが、半校明徳堂の表門が三春小学校の校門として移築され、現存する。その後大正11年に、山頂部分は城山公園として整備され、道路が改作されるなどして地形は大きく変わった。二の丸付近には駐車場が整備されて、アジサイなどの花が多数植えられ、愛奇生誕の地の石踏みが立つ。また、 山独の秋田市時代の巨漢跡や武家屋敷があった地域は役場や合同庁舎、公民館、小学校などとなり、この一帯が現在も三春町の中枢地域の役割を担っている。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。戦国時代の三春城は山頂部分の本丸に城主巨漢を置き、それを中心に、 核を配置した典型的な山城であったと思われる。本来の城である本丸を中心とした、主城の東乱には東館と呼ばれる車が、谷を挟んだ北西には月祭館と通称される車があり、二つの車は、主城から一定の自立性を保っていた。しかし、その後、後期が申し時代に、主城と、 東館部分に石垣が設けられた頃には、月祭館は放棄されており、その後東館も放棄されている。さらに前日の通り、江戸時代初期の松下長綱による改修により、かつての主城の一部である、本丸西の山麓部分に二の丸、東側の山麓に三の丸が設けられ、それらの周囲の丘陵の中腹地には重心の屋敷が配置された。さらに、 秋田市時代になると、藩主の居間を、山頂の本丸から山陸に移し、名実ともに、近世的な平山城へ生まれ変わった。天守はなかったが、本丸下段に山層三階の櫓があり、異様を誇っていた。長指定民族文化財、記念物見春の文化財見春町、歴史民族資料館、柿内和孝。 南王の食方形長角、伊達正宗と南王の戦国時代 ISBN978 から4から 642029384P252 から253、柿内和隆の説明によれば、食方形の大名が新領地に入った時にはまずは、給料種の本庄に入って不審を行い、その後本格的な新城を作って、本拠地にするケースがあり、 三春城改修森山城改築森山城への移転もその路線上にあったとする。ただし、この説明だけでは、ガモウぬ復帰後に森山城から三春城に戻した理由が説明つかないことは書き打ち自身が指摘している書き打ちかずたラ地域の本城と市場。 伊達政宗と名護の戦国時代 ISBN978 から4から 642029384P236 柿内和隆田村地域の本庄と市場伊達政宗と名護の戦国時代 ISBN978 から4から 642029384P220 から223柿内和隆田村地域の本庄と 史上、伊達政宗と名号の戦国時代 ISBN 978から4から 642029384P 百三3 7から 239? ありがとうございます。